恋愛アドベンチャーゲームの名前を継承しているが、全くのオリジナルストーリーとなっている。本作は2008年1月から同年3月まで、テレビ放送された。同名のゲームソフトを原作としているものの、真実の涙という主題を同じくする他に、関連性はなく、ストーリー、キャラクターともに異なるオリジナルの作品となっている。本作は、 富山県に実在する街並みを舞台に、高校生たちの青春群像劇を描く。2006年2月7日の原作ゲーム発表会で、アニメ化が発表され、来年の桜が咲く頃には、などといった言葉で2007年中の公開が示唆された。ものの、これよりもずれ込む形となった。社長の堀川賢治が、西村淳二監督、押井守監修の、 風神物語の作風が非常に好きで、文学的というか、ひょうひょうとしていて、行間のリズムがあるというか、そういうところが良いなぁと思って、監督を依頼した。絵本作家を目指す、高校生、中上慎一郎は、両親を亡くし中上うやに引き取られてきた、同じ高校に通う、湯浅博美、両親の4人で暮らしている。慎一郎の母は、 ある理由からヒロミに辛く当たっていた。ある日、新一郎は学校の裏庭で木に登って降りられなくなった少女、イスルギノエと出会う。彼女は過去に起こったある出来事がきっかけで涙が流せなくなったのだという。新一郎は彼女との出会いをきっかけに、ヒロミ、親友、ノブセリ三大吉、幼馴染、安藤愛子らとの関係や、 自分自身との向き合い方に変化を生じさせていく。彼らはそれぞれに悩み、すべきことを模索し、成長していく。サブタイトルはエピソード中に発せられたセリフが、元となっている。DVD 各館に、短編映像特典を収録。ブルーレイ版でも収録。SD キャラになったキャラたちが送る30秒の、コメディ短編。タイトルロゴは各アニメのパロディとなっている。 BS11 では2008年1月4日に特別番組トゥルーティアーズこちらチューリップ放送局出張版が放送されたバンダイビジュアルから発売全7巻ボリューム1のみ1話収録でそれ以降の巻は2話収録特典として各巻には 8P のブックレット封入映像特典として各巻にミニキャラ4コマ劇場と1巻にこちら チューリップ放送局出張版を収録。アニメ通販限定特典として CD ロムまたは CD が同梱された。富山県内の制作会社が担当し、かつ地元が舞台でありながら、地元地上波テレビ局では放送されないという形で開始された当作品であるが、アニメの舞台に選ばれることが少ない富山県内で、徐々に注目を集める。まず、 地元メディアの取材がきっかけになった。富士テレビ系列である富山テレビの BBT スーパーニュース2008年2月21日分で西村監督へのインタビューや作中に登場するショッピングモールなどのモデルとの対比を取り上げるなど本作を紹介する特集が放送された。また地元市の北日本新聞で紹介されたり、 南都市の公式サイトで特集が組まれるといった広がりを見せた。また、地元選出の県会議員などの働きかけもあり、富山テレビが一クール遅れの2008年4月から、南都市などの地元企業をスポンサーに加えて放送し、麦や祭り前の2008年9月中旬には、南都市、富並市、小矢部市をエリアとすると、南衛星通信テレビをはじめ富山県内の、 ケーブルテレビ局でも集中放送された。舞台となり制作スタジオのある、南都市の城花地区では、観光に取り入れ、2008年4月の城花しだれ桜、祭りでの祭事として、パネル展示や作中に登場する今川焼きを、再現した、愛ちゃん焼きなどの関連商品販売が行われた。なお、パネル展示は、桜祭り後に、 北陸銀行上花市店内でも4月末まで行われた。また、2008年4月に上花商工会から発行された観光パンフレットでは、上花を舞台に描かれた青春恋愛アニメとして、この作品が紹介されているほか、西村監督による上花の印象を綴ったコラムが掲載されている。JR 西日本上花線上花駅の一角には、 貴重ノートが置かれ、ポスターなどが貼られている。駅に設置されている、上花観光協会窓口では2008年春に、作品のヒロイン3名が登場する何年の観光ポスターが販売され、上花地区の観光施設、上花式館では2008年の上花麦や祭りに合わせて作品をあしらった、クリアファイルが発売、同年末には観光ポスターのデザインをあしらった、 地元商店会のポイントカードが限定発行されるなどした。2009年7月5日には、南都市上花伝統芸能会館、上花座にて、記場記念ファンイベントが開催され、田中美紀夫南都市長も出席したほか、出演声優やスタッフなど9人が、南都市観光大使に任命された。2010年、上花地区、成城町経由会の有志により、 麦橋踊りが再現され、2月の、つごもり大、大師で、初披露、4月にはアニメで、麦橋踊りの練習場のモデルとなった、全徳寺会館で、講習会、上花別院全徳寺本堂で、さらに9月の上花麦屋祭りでも踊りが披露された。7月、主人公4人が、何年に特別住民登録され、特別住民票の発行が開始された。また、 登録式に合わせ4人が登場する同年の上花麦や祭りポスターが発表された。このポスターについては先行発売分は期間終了を待たず完売。麦や祭り当日発売分も各日午前中には予定数の整理券が配布終了となるなど人気を博した。12月には上花で ファン主催のイベントも開催され、翌2011年5月の引山祭りでも、ファン主催のパネル展示と、アイちゃん焼きの販売などが行われている。上派な観光協会によると、今までは、年配の観光客が中心であったが、これらアニメの影響により、若い観光客が増えたという。さらに放送終了後もブームは、衰えることなく、2008年9月の祭りでは、 観光客が殺到したとのこと。また、観光協会職員はこのアニメをきっかけに何度も、上花を訪れてほしいとコメントしている。2009年に PA ワークスも参加して制作された、富山観光アニメプロジェクトは、本作の、聖地巡礼により、富山県を訪れる、若い観光客が増加したことがきっかけであると、報じられている。 2011年現在もなおファンによる聖地巡礼が後を絶たず、こうしたアニメや漫画の聖地巡礼を観光資源の一つと捉え地域振興につなげるオタクツーリズムの実践例として、ラキスタの埼玉県春日部市、久喜市、サ手市などと並び称されることがある。このように、当作品の放送がきっかけで、PA ワークス元受け制作テレビアニメは、 富山県内の民放テレビ放送局で放送されるようになっている。また、富山県広報の2011年6月号で同社の堀川社長が紹介されるなど、県内での認知度も大きく上がることとなった。能登鉄道 NT203、花咲色派ラッピング車両3号車、なんと金沢線には、両都市にゆかりのあるアニメ作品のデザインをされた専用車で運行される。 ありがとうございます。